はい、今回はたまたまあれさぬき渡辺大吾選手にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、渡辺選手は長崎県出身のミッドフィルダー。これまで大宮アルディージャや韓国のプサンアイパークでプレーし、今シーズン7月に完全移籍が発表されました。シーズン途中での移籍ということなんですけど、はい、こうチームにはこうすぐ溶け込めました？そうですね、まあ、僕自身、このチームが3回目の移籍で、4チーム目だったんですけど、まあ、移籍のその感じとかも、まあ、少しずつ自分の中でもこう分かってましたし、まあ、実際にチームメイトの選手だったりとか、まあ、周りの人がすごい、まあ、温かくというか、迎え入れてくれたので、まあ、自分なりにはスムーズに入れたかなっていうふうに思ってますけど、高校の同級生の大使とか、はい、なんか懐かしいお話とかもされました？いや、懐かしい話っていうよりは、まあ、僕がこっちに来る前にいろいろ大使に連絡してこう、まあ、みんなどの辺に住んでるとか、なんか練習の勝手とか、まあ、いろいろこう情報収集というか、はい、そういうのいろいろ聞いてました。そして以前はおよそ半年韓国でプレーされていた渡辺選手、韓国語もペラペラなんでしょうか？まあ、勉強もそこまでしてなかったので、挨拶とか、まあ、あとはサッカー用語じゃないですけど、まあ、そういうのぐらいしかあんまりわからなかったです。サッカー用語は共通なんですか？世界共通なんですか？例えばオフサイドとか、はい、一緒なんですか？そうですね、大体一緒ですね。ただまあ、多少違ったりとか、まあ、例えばコーナーキックとかフリーキックは日本だとセットプレーっていうじゃないですか、はい、でも向こうだとセットピースっていうふうな言い方をするので、まあ、少し言葉の違いはあったりとかしますけど、まあ、そういうのをまあ聞きながらこうちょっと覚えていったりとか、まあ、向こうに合わせて言ったりとか、逆に向こうが気遣ってくれて、まあ、言ってくれたりとかもありましたけど、はい、そして今後ろにポスターも貼らせていただいておりますけども、先日行われたファンの皆さんの投票で決まるカマセブンにも大吾選手ランクインされております。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、だって3回投票あって、はい、多分2回しか、はい、なんか1回少なかったんで、そう、1回少なかったんですけど、はい、ランクインしてるっていう驚異の、はい、驚異のランクインだったんですけど、はい、一言お願いします。そうね、いや、すごい恐縮というか、そういう気持ちと、まあ、選んでいただいて、素直に嬉しいなっていう気持ちの両方が、はい、あります。どうですか、出来上がりのポスターは？はい、いいと思います。みんな、はい、普段よりも2割増しぐらいでかっこよく作ってるみたいな。かっこいいポスターにね、はい、仕上がってますけど、はい、なんか他のチームメイトになんかこのランクインについて何か、まあ、入ったばっかりで、まあ、なんで大吾さん入るんとかまあそういう、はい、感じで、はい、は言われましたけどね。ファンの皆さんからはなんかおめでとうみたいなのありました？まあ、少し、はい、言葉かけてもらったりとか、さぬきのサポーターの皆さんはまあすごい優しいなっていう印象があります。大吾選手もすごいこういつもにこやかにファンの皆さんに接してらっしゃるので、はい、このサプスポコのインタビュー行ってくださいっていう、はい、リクエストもすごく多かったんですよ。あ、そうなんですか、はい、まあ、それは、まあ、自分では意識してないですけど、はい、嬉しいですね。とっても謙虚な渡辺選手、今シーズン注目してほしいプレーについても伺いました。やっぱりシーズン途中にチームに入らせてもらったので、まあ、やっぱりチームの力にしっかりなれるように、したいなっていうふうに思いますし、まあ、自分の特徴は、まあ、攻撃の方にあると思うので、まあ、ゴールだったりアシストだったりっていう目に見える形のプレーを、まあ、自分でも意識してますし、まあ、あとは
パスだったり、まあ、チームがチームプレーとしてうまく回るように、まあ、そういうこうつなぎとか、そういった部分のプレーを見てもらえればいいかなと思います。はい、後半戦も期待してます。はい、はい、それでは最後にカマセブンランクインのコメントを含めファンの皆さんにメッセージをお願いします。カマセブンに選んでいただきありがとうございます。カマセブンの名に恥じないように、プレーでしっかりと、チームが勝てるように頑張っていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。そして今週末9月11日はズエーゲン金沢、25日は横浜 FC と丸亀市のピカラスタジアムで対戦します。会場で選手たちに声援を送りましょう。